地震防災チェック。伊豆半島沖地震の発生から今年で50年となったのを機に、先月南伊豆町で防災シンポジウムが開かれました。マグニチュード 6.9 の伊豆半島沖地震は1974年5月9日に発生。大規模な地滑りが起きた南伊豆町中木地区では27人が犠牲となりました。シンポジウムでは静岡大学防災総合センターの研究者が講演。岩田隆義特任教授は、南海トラフ地震に向け伊豆地域で克服しなくてはならない課題をテーマに講演しました。電気、水道、通信、道路、港などのライフラインがですね、寸断する可能性がある。これは何を意味するかというと、救出とか救助活動を遅れる、それから孤立地域や集落が多数発生する、それから避難所への救援物資が不足する可能性がある。さらに岩田さんは、伊豆地域が抱える問題を指摘し、克服すべき課題を示しました。人口減少と高齢化って今現実起きてるんですね。でそのための、地域の防災低下を補うためのニューフェース、新しい人材をやっぱり地域に呼び寄せるということが、必要になってくるだろうとか。このほか耐震化率引き上げ、空き家の撤去、孤立集落の支援、防災対策のリノベーションと合わせて5つの課題を挙げ、災害に対して地域の体力をつける必要があると述べました。当時の崖崩れの、写真とかを見て、当時はこんなだったんだなと思って、実際また再度来たら怖いなっていうふうに思いました。やはりこう物資が届くのが、時間かかるので、やはりこう、非常食の確保ですとか、そういったこととか努めていかなければいけないのかなと思いました。伊豆半島沖地震から、50年経ったという、時間経過があるにもかかわらずね、皆さん本当に昨日のことのように、今起きたことのようにね、記憶は鮮明なんですよ。それほどやっぱり災害っていうのはね、自分の人生においてすごく大きなインパクトであるっていうことは今日実感させていただきます。やっぱりこういった二度と災害を起こさないんだ、そのために今何をすべきなのかということを真剣に考える、そうしたメッセージの発信の場になったんじゃないかなと思いますね。参加者たちは改めて地域の防災力を高める必要性を実感したようです。